俺の名前はクリント。この国アメリカで俺はとある仕事をしている。はい、ガト。それは俳優である。いやー、今日もよかったよ、最高。ありがとう、ベストは尽くしたよ。ところで君は役者としてだけじゃなく監督としての。クリントさん。勝手に取材させてください。俳優としてだけじゃなく監督としての仕事について、次回作の予定はお決まりでしょうか。その時現れたのはアジア人のマスコミ関係の女性であった。アジア人にしてはガッツがある子だな。その後俺は特にスケジュールもなかったため彼女と話をすることにした。少なくとも次回からアポくらいは取ってくれよな。すいません、断られるくらいなら突撃しようかと思って。ガッツがありすぎるよ。ところで君はどこの国から？日本です。日本でもクリントさんの活躍は大絶賛されています。ぜひ次回作のお話でもあれば。日本人、その単語に俺は憤りを感じた。帰ってくれ、日本はあまり好きじゃないんだ。そんな、大人気なんですよクリントさん。別にどうでもいい、アジアなんかの小国に売れたところで嬉しくもなんともないね。だってもともと俺たちは敵同士だっただろう。第二次世界大戦知らないわけじゃないだろう。それは昔の話で。昔の話ということは変えようのない事実がそこにあるということだ。特に神風特攻隊の倫理観については本気で理解できないよ。それが俺の日本が嫌いな最たる理由であった。そんな、その時気まずそうに監督がとある男を連れてきていた。お取り組み中申し訳ないが、クリント、君に客だ。あんたは？クリント監督にちょっとした依頼があったんですが、その日本がお嫌いだというのでしたら気分を害されるかもしれません。まさか日本の映画ということですか？まあ話くらいは聞くが。するとプロデューサーは生き生きと企画書を見せてくれた。その名も硫黄島プロジェクト。第二次世界大戦における硫黄島の戦いをアメリカと日本両方の視点で。日本作るってことですか？絶対面白いじゃないですか。そうだな、それを撮ることができればきっと最高の作品になるだろう。では、オーケー。どうでも言うと思ったが、断る。絶対ヒットしますよ。大チャンスですって。あんなおかしい奴らの映画を作るなんて論外だ。依頼する相手は間違えたな。せめて新日かか、日本の監督にオファーすることだ。そう言って、俺はまともに取り合うことをしなかった。ただ、プロデューサーも諦めなかった。まあ、すぐにお返事をいただかなくても大丈夫です。まずは原作を知ってもらわないと。だから、俺はあんなおかしな連中の。でも、いいんですか？プロが、よく知りもしないものを否定して、放棄しても。言われてますよ、クリント監督。安っぽい挑発だった。そんな挑発に乗るほど、俺の精神年齢は幼くない。ただ、プロとして知っておいて損はない世界のようには思えた。まあ最近寝る前の本を読み終えたところだ。気が向いたら目を通しておくよ。やりましたね。ありがとう。よかったら君も読んでみるか？ぜひ。そして渋々ながらも俺は硫黄島の戦いの世界に足を踏み入れた。どうせ最古な連中の賛美的な内容なんだろう。よく読んだことなかったな。どんな感じなんだろう。そしてしばらくして。クリントさん、読みましたか原作？なんかもう私あれからドハマりして、もう号泣で。まあ確かに歴史の授業で知る内容よりちょっとばかり濃かったな。思っていたよりほんの少しだけ読み応えはあったよ。クリントさん。なんだ？この大量の資料は？当時の大戦に関わる資料だよ。あんな本だけじゃ硫黄島の全ては分からんからな。ドハマりしてるじゃないですか。俺には硫黄島の一件に関心を抱いた深い理由があった。
彼の功績には目を見張るものがある。あ、これがもしかして。ああ、当時の軍のトップ栗林だ。特攻隊なんておかしな作戦を立てていた国だったが、彼は違った。彼は場当たり的な作戦ではなく、念入りな計画を立てていた。すごいですよね。私も栗林さんの活躍大好きです。地下要塞まで作って11万のアメリカ軍に対しわずか2万人で対応。5日で制圧が予想されていた硫黄島で36日も粘った彼の勇気は称賛に値する。分かってもらえましたか。すると先日俺に依頼をしてきたプロデューサーがやってきた。日本軍の粘り強さは当時のアメリカ軍も絶賛しています。日本軍はおかしな軍じゃありません。ああ、よく分かったよ。日本軍はゾンビじゃない。彼は日本人の美徳である玉砕や自己犠牲を好まなかった。部下たちにそういった戦い方を禁じていたのだ。彼は優しく、そして強い人間だった。あの、ところでそれは？ああ、もしクリント監督が乗り気なら参考資料を持ってきました。普通はなかなか手に入らないものです。まさか、それは。ああ、そのまさかですよ。プロデューサーが机の上に広げたのは硫黄島での戦いで栗林が書いたとされる家族に宛てた手紙だった。まさか、こんな。そして俺たちは手紙のコピーに目を通した。すごい、こんなに書いてたんですね。それに優しい内容ばかり。最近寒くなってきたが家の隙間風は大丈夫か。風呂に入って温まってから寝るように。あとタコちゃん、最近こっちのひよこはちゃんと元気に育っています。タコちゃん？ああ、多分タコちゃんは娘さんのことだろう。栗林は妻に宛てただけではなく自分の子供たちへも手紙を書いていた。お父さんはお家に帰ってお母さんとタコちゃんを連れて街を歩いている夢などを時々見ますが、それはなかなかできないことです。タコちゃん、お父さんはタコちゃんが早く大きくなってお母さんの力になれる人になることばかりを思っています。軍人である前にいいお父さんだったんですね。あ、息子さんには結構厳しいこと書いてますよ。家にいる時は母と妹たちと愉快に話をし、時に冗談の一つも飛ばして家の中を明るくすることが大切である。長男としての心得というやつか。だが栗林は長男に対して厳しいことを言ってはいたが、同時に愛情も大きく抱いていたのが妻に宛てての手紙で分かった。息子は兵隊に行っていないか、ちゃんと食べているか。心配性な人、ちゃんと食べてますよ。彼もまた我々と同じく大切な愛する人がいる。普通の人間なんだな。まあ、つまりはそういうことです。栗林の手紙、戦争における戦略の立て方、これほどまでにふさわしい映画の題材は他にありません。そしてこれを取りまとめられるのはきっとあなたしかいない、クリント監督。まったく、こんなものを見せられたら断れるわけがないだろう。やらせてもらう。栗林の遺族にも話を聞きたい。ええ、そうおっしゃると思っていました。お孫さんならきっと話ができるでしょう。それが俺の代表作である2つの映画を撮る大切なきっかけとなった。そしてしばらくして俺は硫黄島での撮影を始めた。ガット、素晴らしい。日本視点とアメリカ視点の2つの映画を背中合わせで撮るのは新鮮だった。同時にあの栗林たちの功績を伝えられるのならとても光栄なことだった。第79回アカデミー賞ではそれなりの評価を受けることとなった。アカデミー賞作品賞にノミネートされたのは硫黄島の手紙です。なんと全編日本語の映画が外国語映画賞ではなく作品賞にノミネートされるのは史上初となります。光栄です。ありがとう。そして映画祭の後一息つくために俺は外で休んでいた。お疲れ様です、クリントさん。なあ、ありがとう。ま、全米映画ランキングではトップ10に入っていないがね。それにもう片方のアメリカ視点の映画の方は硫黄島より評価はやや低い。まあまあ、何にせよクリントさんは名作を撮ったんですよ。ま、
この映画を通じて大切なことが伝えられたなら何よりだ。ところでクリントさん、あの戦争の正義は日本だったんですか、アメリカだったんですか。難しい質問だ。まあ、絶対的な敵は存在しない。この世は相対的ばかりだ。人生は悪者とヒーローだけではないということさ。な、今日はお祝いだ。寿司でも食べに行こう。健康の秘訣は緑茶と寿司だ。クリントさん、気づけば日本大好きになりましたね。日本食はうまいからな。日本に住んでる君が羨ましいよ。硫黄島の戦いを映画にしたクリントの功績は大きい。いろいろな人に祖父の功績を知ってもらえた。私はあの映画でまた祖父が好きになれた。さて、今度は硫黄島の遺骨採取の予定があったな。これも定めか。時間が経ち、世代が変わっても私たちは現在の平和が尊い犠牲の上に成り立っていることを胸に刻み、決して風化させることなく次の世代に伝えていかなければならない。もう二度と悲しい戦争が起きないよう平和の誓いを持ち続けること、あの映画を通じて感じてくれる人がいるなら私はそれが一番嬉しい。